塩尻市の高出第二公民館来ております。こちらに桔梗ヶ原古戦場の碑があります。この後ろにその、案内板があります。南北朝の末ですね、1355年、南朝方の宗義親王と北朝方の小笠原長元との戦いで、南朝方が敗れた戦いです。決戦の3日前にはその噂が京の都に伝わったほどの事件で、この敗戦を境に親王方の勢力は衰微したと言われています。ということで、この古戦場の碑は、武田と小笠原氏の戦いの碑ではなく、その前の南北朝の時代のものです。